ちは、富士の国メディアチャンネル学生特派員のうんのです。静岡県の企画やイベントを学生目線で取材し、皆さんに動画や記事として情報を発信します。今回は今シーズンからプロ野球2軍に参入した工夫はやてベンチャーズ静岡について取材します。ここは沼津市にある県営アスタカ球場で公式戦が行われるのは初めてです。8月2日から4日まで県民特別観戦デーを開催しており、一部の静岡県在住の方は無料招待されています。はやてのユニフォームを着ている方も多くいらっしゃいますね。そして今回はなんと赤堀監督にインタビューする機会をいただいたので、チームに関すること、監督自身のことを聞いてみたいと思います。私が書く記事版もありますので、概要欄からご覧ください。そうですね、本当に初めてね、プロ野球が静岡できるっていうね、話が結構ね、ずっと、話がいっぱいありましたんでね、本当にそういう時に、もし監督になれたらいいなとは思ってたんですけどね、まあ、それでオファーをね、しっかり監督はどうですか、お願いしますっていうふうに言われたので、その時にはね、本当に嬉しかったですね。本当に静岡でやれる今までね、ここまで静岡だったんですけど、ですから、本当に静岡のためにも、ね、野球の発展にも、ね、役立てるかなと思いました。ありがとうございます。一からいろんなことをやっていくというのが多かったと思うんですけども、うん、特に苦労したことであったり、こう苦しんで大変だったなと思ったことがあれば教えてください。そうですね、大変っていう、まあ、やっぱりゼロからというか、本当にチームが選手もそうですけどもゼロだったので、なかなか難しいというか、いろんな野球もそうですけども、その練習場所とか、いろんな営業もそうですけども、その辺は難しかったですね。あとは選手の方は、ね、やる、挑戦するチームなので、挑戦するだけでも、ね、大変だと思うので、その挑戦するためにどういうふうな、ね、練習をしなきゃいけないの、どういうふうに伸びていくのか、まあ、その辺は結構最初の方が考えるので、大変だと思います。シーズンももう半分以上過ぎましたけども、はい、チームとして、また監督としてこう振り返ってみて、いかがでしょうか。そうですね、本当に初めの方はやっぱり戦えるかなっていうのは正直思ってましたまあだけど、みんなやはり日々練習もしますし、本当に一生懸命というか、一生懸命当たり前なんですけども、本当に頑張ってることがすごい、練習に前向きでやってくれているので、ね、その中で、まあ、半分で戦っているうちに、みんな少しずつやっぱり力をつけているというか、成長している部分があったので、そうだと思います。シーズン通して、まあ、まだ終わってないですけど、はい、こうベストプレイヤーとか、試合の中でもいいですし、こう外でチームみんなをまとめてくれるとかっていう、そうですね、いっぱいあるんでね、なかなかそう決めれるものはないかもしれないですけども、やっぱりこの中で、まあ、キャプテンの中橋ですかね、まあ、試合に出ない時でも、出る時でもそうですけど、一生懸命本当にチームをまとめてあげて、声を出したりとか、そういうことをしてくれてるので、感謝するし、やっぱり、いいキャプテンじゃないかなって思ってますね。ありがとうございます。本日、県民招待デーということで、はい、本当にね、やはり、まあ、できたばっかですけども、本当にファンの方が、まあ、そういう、いろんな招待じゃなくても、結構見に来てくれてるんですよね。本当にその面は本当に嬉しく思うし、まあ、選手も本当に、いい後押しというか、応援をさせてもらってますから、いいなと思ってますし、まあ、あとは、もっと増やしてもいいかなと思いますね。やはり、見てもらわないと、やはり野球の楽しさもそうだし、選手も分かってもらえないと思います。フルファイブ見て楽しい、面白いって思ってもらえるようになれば、また来てもらえると思いますし、それをどんどん増やしてもらえる。
行けたらなとずっと思ってます。今日もこう試合でやっぱり選手の声だったり、こう一番の試合に比べてすごくこう試合がこう私たちに近いような感じがして、うん、こう見ててもプレーとか一つ一つの声かけだったり、そういうのもすごくもう間近に感じられるような時間だったんですけども、はい、監督が感じる工夫派アドベンチャーの見どころみたいな、プレーもそうですし、他の部分でも何か。みんな全力プレーという言葉があると思うので、走ることでも、投げることでも、打つことでも、守ることでも、最後まで諦めない、泥臭く諦めないというのをね、これからもやっていきたいなと思います。はい、最後にファンの皆さんであったり、これからやっぱり来てくださる静岡の皆さんにメッセージがあればお願いします。選手、みんな本当に泥臭くね、全力プレーで本当にやってます。いろんな選手がいますけども、その押し目をね、みんな見てもらえればいいなと思いますし、皆さんにたくさん応援に来てくれたら嬉しいなと思います。ぜひ本当に選手を応援しに球場に運んでいたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は静岡発のプロ野球チーム、ブルーハヤテベンチャーズ静岡を取材しました。静岡県民に愛されるチームになっていってほしいですね。静岡について今後取り上げてほしいです。